モーターズ。はい、石崎でーす。今回はですね、この VAB を紹介していきたいと思います。栃木県宇都宮市にあるあのエアロパーツなんかで有名な町屋さんのデモカーなんですよね。町屋さんのオーバーフェンダーだったりエアロパーツが装着されていて、で、FR がされていると、ドリシャなんですよね。今回紹介するパーツはですね、イグニッションコイルです。電気系のパーツってバリバリ走ってる人とかには案外スポイルされちゃうんですけど、結構体感できるレベルで車両の特性ですかね、変化することが多いです。ということで、まあ、早速なんですけど、車両のまずは紹介の方に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。やっぱりまずはこのオーバーフェンダーかなと思うんですけれども、はい、こちらは、町屋さんのオーバーフェンダー。はい、オリジナルで作ってます、はい、で片側約60ミリぐらい、はい、ワイドになりますね。結構ワイドになるんですね。そうですね、はい、装着はあれですか、フェンダーを切ってるんですか。そうですね、フロントはフェンダーを切って、はい、ボルト止めですね、はい、リアに関しては、はい、やっぱりリアフェンダー切って、はい、また溶接で、つなぎ合わせてつけてますね、はい、このパーツ装着する際にはなんていうんですか、構造変更っていうんですかね、はい、車幅変更が必要になりますんで、そろそろワイドにしたいとかイメージを変えたいっていう時にやるタイミングがいいかと思いますね、はいはい、フロント側に回ってきたんですけれども、リップスポイラーですかね。そうですね、はい、まあ、下からもうポッとつけるタイプになりますね。あ、なるほどです、はい。まあ、取り付けもそんなに難しくないですので、はいはいはい、いわゆるもうポン付けが可能なパーツってことですね、はい、これもともとうちの、まあ、GED とか GC8 とかもエアロパーツやってるんですけど、はいはい、それのあの専用のバンパーの、下につくアンダースポイラーっていうのがあって、まあ、そのデザインを、意識したというかですね、受け継いでこういうデザインになってるんですけど、はい、サイドステップですか。はい、サイドアンダースポイラーですね、はい、これも純正のサイドステップにそのまま下からつけるだけなんで、はい、これも簡単ですね、はい、車いじり初心者でも自分で取り付けられるっていう。そうですね、はい、これワイドフェンダーがついてるので、はい、少し、なるほど、ワイド気味につけてますけど、純正だったらもう少し中に入れてもいいかなと思いますね。なるほどです、はい、ラッピングですよね、この色は。ラッピングといってもこれは、塗装したラッピングになりますね。塗装したラッピング、はい、これちょっと一、はい、回バンパー剥がしたことがあるので、はい、一応こんな感じになって、ベリベリベリっとこう端の方から剥いてあげると綺麗に剥がれて、はい、バンパーには一切傷は残る、飛び石とかそういうのはつかない。塗ってから磨いたりすることもできるんで、はい、まあ究極の、保護になりますかね。ちなみになんですけど、そのラッピングとはどういう違いがあるのでしょうか。シートのラッピングはバンパーこういう曲面とか、はい、細かいところ多少カッター入れて、貼り合わせたりする場合もあると思うんですけど、はいはい、それは一切ないので普通の塗装と同じような仕上がりになってしまうということですね。もう施工方法がそもそも違うっていうところなんですね。はい、で剥がせるときはまるでラッピングのように剥がせる。ラッピングより簡単に剥がせますね。糊が一切残んないんで。なるほど、はい、ホイールなんですけど、多分きっとワークかなって思うんですけど、まあすね、はい、ワークの、マイスター M1 ですね、はい、10.5J の、フロントがマイナス6インセットがマイナス6ですね。マイナス、はい、VAB は純正フェンダーだとどのくらいのサイズまでがいっぱいいっぱいなんですかね。そうですね、おそらく皆さんやられるのは、まあ、9J とか、あーそのくらい、9.5J とかで、はい、まあ、プラス40とか、はい、そうですよね、ぐらいがまあ目安になってくるのかなと思いますけどね。キャンバー2度半ぐらいつけてっていうところですよね、はいはい、結構いっぱいいっぱいな感じだと思いますね。
これ街乗りにしてるんで、はいはい、275-19 っていうサイズを、はいはい、チョイスしてるんですけど、はい、まあ、ドリフトする時なんかは、はい、まあ、やっぱり18インチでフロント255-35-18ぐらいのサイズをチョイスすることが多いですね、はい、で、まあ、FR 化、はい、されてるということなんですけども、はい、この車両の場合は、ドラシャを抜いてあるんですか、ね、はい、フロントはドラシャを抜いてます、はい、でセンターデフを、はい、渡辺サービスさんっていうところでドリフトセンターデフっていうのが販売されてるんですけど、はい、そちらを使ってますね。でリアは、普通は機械式 LSD を、はい、クスコのものを入れてます。 WRX いわゆる、まあ、インプレッサベースの、FR 車両ですと、はい、このドライブシャフトが、結構負担がかかってしまうのではないかなと思うんですけれども、はい、そういったところの対策などはされているのでしょうか、はい、今ちょっと開発中で、はい、今日はついてないんですけど、シルビアの、S14 とかそういったもののシルビアの日産のドライブシャフトを、はい、流用できるように今ちょっ と, 製品をですね開発中で、8月か9月ぐらいにはしたいなとは思ってるんですけ ど, どじゃあこの動画が公開されてちょっとしたら買えますよって感じですか ね,、はい、すね。四駆としてはなかなか見かけない切れ角、これはナックルがうちの方で、加工してます、はい、切れ角が上がることによってスピンはしにくくなりますし、そうですよね、はい、今まで、ここで耐えられないっていうところで、グッと耐えてくれるんで、まあスバル車には必需かなと。はい、四駆のままでもいけるんですか？四駆のままでもいけますね。そうなんですね、はい、じゃあ街乗りユーザーの人でもおすすめな切り角アップパーツ、はいはい、タービンが変わってるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、こちらですね、はい、まあ、HKS の GT3 タービンですね。大体パワーは386馬力ぐらいですかね。上回しますので、はいはい、タービン変更をちょっと今回はやってみましたね、はい、サスペンションも、まあ、こういう形でしか見えないんですけれども、これも町屋さんの、はい、オリジナルの車高調になりますね、はい、ここの長さが市販品ってもうちょっと狭いと思うんですよ、はい、それが結構要はまあ長穴っぽい感じになってるかなと思ったんですけど、はいはい、正解ですか？正解です。よかった。ポン付けで、まあ、4度ぐらいまではいけちゃうんですよね、はいはい、市販品だとやっぱ3度半とかが限界かなっていうところなんですけど、はいはい、なるほどです。はい、ということで今、町屋さんの FRVAB 乗らせてもらってるんですけど、普通の VAB だよって言われても気づかないかなと思うんですが、やっぱりダーキルトフロントは軽いのかなって思います。見た目とは裏腹に結構乗り心地いいんですね。乗り心地はいいです。はい、バネがフロント12キロが入ってて、あ、そんなに硬くないですね。そうでしたっけ、はい、8キロぐらいですか。8キロでリア6キロですね、はい、でクラッチはツインかなんかですか。そうですね、ORC のツイン、はいはい、タービン交換してあるとやっぱり下がなくなるんじゃないかってイメージはあると思うんですけど、はい、この街乗り領域では全然そういうのは感じないですね、はいはい、そしてやっぱこの状態でも結構まあ、僕的には乗り味は満足しちゃってるんですけど、はい、まあ、イグニッションコイル変えることによって、はい、やっぱりもっとフィーリングはいい方向に変わっていくってことですよね、はい、そうですね、アクセルの突きとか、はいはい、やっぱトルク感とかですね、まあ、ブーストの立ち上がりとかも速くなりますし、うん、はい、やっぱあれですね、ブーストかけるとやっぱタービンが変わってるだけあって、はい、なんだろう、この独感ターボ感っていうんですかね、はい、このやっぱキャラクターは変わってますね、うん、全然下の回転でも乗れるんですけど、やっぱり下級かけると一気にパワーがドーンって出てくる感じはあるかなと思います、うん、マチャのメガさんがお二人でイグニッションコイルをつけるために、作業してもらってるんですけどね、やっぱプロが2人いるとめちゃめちゃ早いですね。両サイド両バンクからもうゴリゴリ作業を進めていくんで、ちょっと石崎はお茶でも飲んで、見学させていただこうかなと思います。はい、こちらが、ハイスパークイグニッションコイル、こっちがそのハイスパークイグニッションコイルで、こっちが純正のコイルになります。見た目的な、違いはロゴとか型番が入ってるぐらいで、
ほぼ色合いとかも一緒ですね。この先がプラグにつながってますよと、はい、イグニッションコイル変えてあげることによって、はい、まあプラグの火花がパワーアップして、はい、より効率よく燃焼を、はい、させてあげることができる。完全燃焼に近い状態に持っていくっていう、はい、なるほどです。このまま特に鳴らしとかなくすぐ走り出しちゃって、まあ、そうですね、10分ぐらいアイドリングすれば、はい、それで OK なので。あ、はい、分かりました。じゃあ早速試乗の方させていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、あ、なるほど、まあ、いわゆるなんですかね、排気量上がった感覚、うん、っていうのがなんかベタすぎて嫌だと思うんですけどトルクが濃くなったって言えばいいですかね。あ、そうですね、表現的には、はい、直力の粘り方みたいな粘り方をするかなっていうふうに感じてます、はいはい、排気管を太くした細くしたとは違う感じのトルクの変わり方ですね、これは。全然違うと思いますね。そうですね、はい、セプトでのドカンっていう加速は、はい、マイルドになってるかなというふうに感じます、うんうん、ブーストかかった後のパワーっていうのも変わってきてるんですかね、全域で良くなってます、ね、はい、今までやっぱトルクが少しこう粗さがあったのが、はい、そこら辺がすごい角が取れてるっていうんですかね、はい、これが3万円ぐらいでしたっけ。これが、VAB 用で39,200円、はいはいはい、4万弱でこんだけトルクポンと変わったらいいですね、はい、GD、はい、もありますし、はいはい、あと FA エンジン、はいはいはい、S4 とか、はい、レボーグとかですね、はい、あと 86BRZ、はい、なんかも今ラインナップしてます。一昔前の GR とか GD とかですと、やっぱり、はい、もうコイル自体が劣化してて、より効果があるっていうところですよね、はい、メンテナンスがてら、はい、パワーアップもいいんじゃないかなっていう、そうです、